グレープニルは、武田寸による日本の漫画、ヤングマガジンサードにて、2015年ボリューム11から2021年ボリューム5まで連載され、月刊ヤングマガジン2021年ボリューム6より、連載遺跡。ゆるキャラ系の着ぐるみの化け物に変身する力を持った、高校生と、その中に入ることができる少女を中心とする、バトルラブコメ作品。 2020年6月21日時点でシリーズ累計発行部数を30万部突破している。加賀や修一は自身も知らないうちに犬のぬいぐるみに似た化け物に変身する能力を得た高校生。ある日、能力によって強化された嗅覚で炎上する家屋の中に生存者を発見する。その少女、青木クレアは自身を助けてくれた修一が化け物であることを知ると、 周一に接触し、行方不明の姉も彼と同じ化け物であること、姉が託したコインの秘密を探し求めていることを告げる。動揺する周一だったが、コインを求め突如襲撃してきた少女、氷川と戦闘になったことから、謎のコインを求める収集者たちの戦いに巻き込まれることになる。ヤングマガジンサード2019年ボリューム4にて発表された。 2020年4月から6月まで東京 MX 他で放送された。ありがとうございます。